はい。最近国会でよく聞かれる言葉が、記憶にございません。はい。これはですね、えー、記憶にないのではなくて、えー、なんとかですね、嘘はつきたくないんだけど、本当のことは言いたくないという時に使う言葉です。例えば、誰それさんと会ったでしょうって言った時に、えー、会ってませんというなると、嘘になっちゃいます。で、会ったというと追求されるので、そういう時にはですね、記憶にございませんということを言えば、嘘ではなくてでもなんとかその場をしのげるということなんで、 記憶にございませんという時には記憶に明確にあります。